シンテヨン監督が率いるサッカー韓国代表チームは現地時間に11時午前11時、ロシアサンクトペテルブルクで完全非公開で練習を行う。15分の公開した後、非公開にしていた代表チームの練習が、今回は完全非公開で行われる。メディアはもちろん、外部の誰とも接触なく、 完全に代表チームのみの時間を持つ予定だ。メキシコと崖っぷちの勝負をしなければならない代表チームにとってこの日が戦術を安心して点検できる最後のチャンスだ。必ずメキシコ戦で勝利してこそ、16強の可能性が出てくる代表チームであるだけに、いろいろな意味があるものとみられる。韓国代表は来る23日夜12時。 ロストフアリーナでメキシコと避けられない一戦を行う。